マンチライフガードですということで、大変お待たせしました質問コーナー。いやー、マジでめちゃくちゃ遅くなりましたね。いつだこの質問動画。待って、いつだ、ちょっと待ってね。質問募集したのがですね、もう1ヶ月前なんですよね。もうびっくりしちゃったよね。うん、今びっくりした。てか。はい、ということでね、今回はですね、質問めちゃくちゃありがたく来て、2000近くコメントが来たので、その中で100個質問に答えていきます。じゃあまず1つ目の質問。これね、めっちゃ多いよね。手元動画がどうしても見たいです。手元動画撮る予定ってありますかっていう質問なんですけども、あります。予定あるんですけども、ちょっとね、手元、毎回ライブ配信とかでもね、聞かれて、いつも答えてるんですけど、機材がまだ揃ってないっていう感じですね。一つ目、クリエイティブで練習するときに心がけることは何ですかっていう質問なんですけども、なるほど。クリエイティブで練習するときに心がけることは滑舌大丈夫か、ちょっとやばいな。心がけることはですね、敵がいるって、敵が常に後ろ上らへんにいるって思い込みながら練習してますね。これ結構大事だと思います。3つ目の質問。アリーナとかで負けた時、どういう気持ちで次の試合に行きますか？あとお願いなんですけど、これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。アリーナとかで負けた時、どういう気持ちで次の試合に行きますかは、基本別にそんなに何も思わないですね。なんか変な死に方、なんかめっちゃうざい死に方したら、うざって、もう、うざっつって次の試合行きます。おめでとうございます。10万人ですね。10万人突破ありがとうございます。はい、4つ目、自分に合った感度はどうやって見つけたんですかっていう質問なんですけども、なるほど。自分に合った質問か。自分に合った感度。自分に合った感度はどうやって見つけたんですかっていうことなんですけども、正直、その自分に合った感度を見つけるっていうよりかは、自分に合った感度にしていくっていう方が正しいと思ってて、使うしかないんですよね、その感度を。とにかく。その例えば 100% とかでやれば、いや、これ無理だろっていう感度は多分あると思うんですよ。なので、これぐらいなら、あ、これ操作ちょっとしやすいなっていう感度で、自分に合った感度にしていく。もう感覚を自分で慣らしていくっていう方が効率がいいし、そういうことだと思います。合う感度を探すっていうのは。ライフガーさん、おめでとうございます。質問ですが、おむつはまだ履いてますか？履いてますね。これはもういつ聞いても多分履いてると思うよ。いつ聞いても履いてると思う。ライフガーさん、なんでエコーの時の声そんなに最高なんですか？これからも頑張るで。頑張るライフガーさん、なんでエコーの時の声そんなに最高なんですか？これからも見るんで頑張ってくださいということで、はい、すいません。どのぐらい練習したらライフガールさんのように強くなれますかっていう、ライフガールさんぐらい強くなれますかっていう質問なんですけども、僕ぐらいまで強くなるためには、まあ、ざっと300年は練習必要かなって思います。はい。かわいそうだな。自分が一番好きな歌をミッキーで歌ってくださいということなんですけども、それでは歌わせていただきます。聞いてください。ミッキーの声で、ひまわりの約束。はははは、ミッキーマウスだよ。はは、どうして君が泣くの、まだリアンさんに電話していきなり切れてくださいということでね、電話していきたいと思います。いや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。おはよう。もしもし。はい、もしもし。もしもし、今大丈夫？うん、大丈夫だよ。どうしたの？俺さ、今さ、めっちゃ本当に怒ってて、もうブチ切れてるんだよ今。え、なんで、どうしたの？いや、もう本当に、もうリアンなんだけどさ、リアンに向かってなんだけど、俺にブチ切れてんの？いや、本当にありえないじゃん。何？もうどうかした俺？ごめん、マジで本当にごめん。何かわかる？逆に俺がなんでこんな怒ってるか。いや、全然わからない。もうそうごめん、マジで。いや、もう18万人おめでとう。10個目の質問ですね。やっと10個目ですよ。いや、大変だね。好きすぎて毎日ライフガードさんで玄米食べてます。好きな飲み物はライフガードですかということで、ちょっとね、AR さんちょっとよくわかんなくなってるんですけども、好きな飲み物は僕もライフガードですね。はい、今まで以上に元気よく挨拶 3、2、1 やらせんな。12個目、ライフガードさんの動画いつも見させてもらっています。やば、ありがとうございます。ライフガードさんがスイッチでフォートナイトプレイしている動画が見たいです。スイッチの設定とかも作ってくれたら公開してほしいでしゅということで、任せてください。任せてください。スイッチ持ってるっちゃ持ってるんだよね。やれたらやりたいと思います。13個目ですね。たまに感覚が犯していつもできてた建築ができなくなることがあるんですが、直す方法ありますか？大体次の日には治ってるんですが、これはですね、多分それは練習のしすぎなんだよね。頭おかしくなる時あるよね。建築ばっかしてると。わかる。めっちゃわかる。そういう時はやめるのが賢明です。はい。14個目次。10万人おめでとうございます。ところで、顔出しする予定ってありますかっていう質問なんですけども、顔出しする予定は、このまま僕がもっともっと大きくなって、30万、いつも言ってるんですけど、30万、50万あたりになったら顔出しするかもなっていう感じでございます。はい。15個目の、質問です。ライフガードさんのガチの黒歴史教えてくださいということで、ガチの黒歴史か、ありましたね。僕もともと YouTube めっちゃ好きで、めっちゃ昔よね。もう6年前とか、6、7年前からもうなんか YouTube で携帯で動画撮るのが好きで。で、ヒカキンさんのひたすら真似をして、商品紹介してる。しかもそれを YouTube にアップしてる。未だに残ってますね。未だに残ってます。絶対バレないですけど、僕が小学5、6年の時にヒカキンさんの真似して商品紹介頑張ってしてるやつがマジで黒歴史ですね。ガチの黒歴史だな、これは。はい。16個目の質問。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。パンツとおむつどっち派ですかということで、僕は、おむつ派です。おむつ派。はい、それでは自分の好きなところ嫌いなところを教えてください。好きなところからいくか。じゃあ好きなところは大体何があっても明るいかな。めちゃくちゃ深刻なことでも大体明るい。嫌いなところはめんどくさがりですね。動画投稿のね、頻度を見ていただければわかるんですけど、かなりのめんどくさがりでございます。そんな感じかな。18個目。あっしゃなった時いつもどうしてますかっていう質問なんですけど、そうですね、あっちーん、チンピキリーン、パンパンパンみたいな感じで過ごしてます。はい。19個目ですね。リアンに彼女ができたドッキリ電話してくださいみたいな、今から電話していきたいと思います。もしもーし。もしもし？はいはい。ちょっとね。いや、今日ちょっとね、お知らせじゃないけどさ、話があって。うん。俺ね、彼女できたんだよね。でさ、俺さ、YouTube に報告しようか報告しないかちょっと迷っててさ。いいじゃん、一緒に俺も出てほしい。そう、リアンにも出てもらおうかなって思って。いいよ。じゃあまた、よろしくお願いします。じゃあ。おめでとうございます。いるわけねえだろ、バカ！20個目の質問です。アリーナ（ソロ）に怖くて行けません。どうしたらいいですかっていうことなんですけども、わかる。ソロ怖いよね。てか緊張せん？緊張するよね。これはね、慣れるしかないね。もしくはクリアしようっていう感じです。はい。21個目の質問ですね。フォートナイトやってきた中で一番嬉しかったことはですね、こうやって皆さんに動画を見ていただいてるこれです。これが今までで一番嬉しいです。はい。22個目の質問。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。これからの目標って何かありますか？これからの目標はですね、毎日投稿、ほぼ毎日投稿をねしたいです。はい、皆さんにほぼ毎日動画をねお届けできたらなって思います。23個目です。自動販売機で売られてたんですが、あれ本物ですかということで、あれ本物です。24個目の質問。いつも動画楽しませてもらってます。では質問です。ライフガーさんって何歳ですか？3歳です。25個目の質問。お姉ちゃんに一言ごめんなさい。26個目。ティッシュは美味しいですよね？美味しいと思いますよね？美味しいよね？美味しいよね？大丈夫かお前。27個目。いつも見てます。質問ではありませんが、ただただライフガードさんが好きです。これからも頑張ってください。ありがとう。28個目の質問。まずは10万人おめでとうございます。いつも分かりやすく解説ありがとうございます。質問はなんでそんなに上手くなれるんですか？努力。29個目。順番におめでとうございます。ありがとうございます。戻ってきてほしい武器はありますか？ハンドキャノン楽しかったね。ハンドキャノン。30個目の質問。ライフガードさんは天才ですか？天才ですよね？天才ですよね？はい、天才です。自分で天才っていうのは良くないですよ。すいません。31個目の質問。ライフガードさん10万人おめでとうございます。一つ質問があるんですけど、モンハン持ちですよね？知ってるんですよ。なんでお前そんなこと知ってんだ。なんだよお前、俺がモンハン持ちじゃねえよ。じゃねえよ、普通持ちだわ。32個目の質問。お兄さんにフォートナイト実況させてくださいということで、いずれさせます。はい。33個目の質問。質問です。川口春奈さんと広瀬すずさん、どっちが好きですか？はい、広瀬すずです。34個目。ライフガードさんはニャンコか犬どっちが好きですか？僕はライフガードさんです。俺もお前派だ。キラン。35個目。編集を早くするコツがあったら教えてくださいということで、練習です。練習しかないです。36個目。エイムを良くする方法を教えてほしいです。これも練習、もうこれも練習です。練習。いつも応援してます。ありがとうございます。37個目の質問ですね。ライフガードさんってクランとか入る予定ないんですか？クランとか入る予定はないです。38個目。ライフさんの好きな女優はですね、完全に有村架純ちゃんです。39個目の質問。命守さんは今まで使ってきた武器アイテムの中で一番好きな武器と嫌いな武器を教えてくださいということで、好きな武器は、紫ポンプだな。ずっと使ってたしね、ずっともう愛着しかないよね。嫌いな武器ロケットランチャーですね。むずい。近距離で使うのむずい。俺もう絶対自爆しちゃう。はい、40個目の質問。10万人突破おめでとうございます。うまい棒は何味が好きですかということで、チーズかな。なんかチーズみたいなやつあったよね。チーズが好きです。あれめっちゃうまい。41個目の質問です。パンツガード、質問があります。最近のサボり癖はどこに行ってしまったんですが、回答なんか欲しいものがあるんだろうっていうことで、 YouTube でね動画投稿し始めたら金稼ぎっていう人よくいますけども、僕はですね、欲しいものがあるから YouTube やろうって思ったことはないです。もともと俺は動画投稿するのが好きで、こんだけ見てくれる人が多くなって、なのにサボってしまうこの癖直したい、僕は。はい。42個目。本気でビートボックスしてくださいということで、いきますよ。はい、こんなもんです。本気こんなもん。俺の本気はこんなもんだ。43個目の質問。新しい感動を教えてほしいです。新しい感動はですね、今は60とかかな、60ぐらいです。はい。はい、44個目の質問。10万人おめでとうございます。なんでジンジャーガンナーいつも使っているんですかっていう質問なんですけども、これはですね、いっちゃん最初に買ったスキンがね、ジンジャーガンナーなんですよね。僕のイメージはもうジンジャーガンナーなんで、はい、そんな感じで最初に買ったスキンがジンジャーガンナーだからです。はい、45個目の質問。大声出して恥ずかしくなることないですかっていう質問なんですけど、めちゃくちゃあります。なんなら下に家族いる時に一人でモニターに向かって叫んでると、うわ我に戻る時があるよね。はい、46個目の質問。モード切り替え丸の時、屋根の張り替えはどうしてましたか？丸ってことは×かな、×が屋根の時かな。もうね、言っちゃえば難しくてほぼできなかったっていうのが答えです。はい。47個目の質問。何本指でプレイしてますか？教えてくださると嬉しいですということで、あと10万人おめでとう。ありがとうございます。5本でやってます。右手が2本、左手が3本で、合計5本でやってます。右手が親指と人差し指だけで、左手が親指と人差し指と中指です。はい。48個目の質問。競技シーンとかやるときとかに何か心がけることってありますかっていうことなんですけども、これは俺に質問することではねえな。ほぼほぼ競技心出てない人なんで、あえて言うんであれば、まあ、僕はですね気軽に気軽にとつってます、はい、まあ結果残したいんであればとにかく丁寧にっていうのを心がけた方がいいのかなって思います。あとは上手い人の動画見るとかね。49個目の質問、クッキー女が焦げた時の心境ということでね、あれはもうひどいよね。クッキー女ね再販されたんだよね。めっちゃ珍しいスキンだったのにしっかりと再販されるっていう、しかもそれに焦げ目がついたんですよ。でその焦げ目はスカルスキン、昔から持ってた人はもう特別に紫に光るスキンもらってるんですけど、焦げスキン僕だけがもらえるって思ってたんですよ。みんな焦げてんだ。みんな再販して買ったやつみんな焦げててさ、俺の特別感はどこへみたいな、なんでなんだよっていう気持ちです。はい、50個目の質問、はい質問します、部屋紹介してほしいですということなんですけども、これもねいずれやろうと思っているんですが、汚いんですよね。そう、部屋がどうしようもなく汚い。ちょっと待っててください。はい、ということで、50問質問に答えたんですけども、いや、すごいね。20個あたりから、いや、もうこれ以上質問あるかと思ってたんですけど、ありますね、まだまだ。折り返し地点に来たんですけども、しんどい、何個目だっけ質問みたいな感じになります。めっちゃクソむずい、これ。頑張っていきたいと思います。51個目の質問。今年の年末もノータイトルのキルシューかな。キルシューを待ってるぞということで、待ってろクララ待ってろ。52個目の質問。アリーナソロでいつも降りる場所はどこですか、決めてませんかっていう質問なんですけど、アリーナソロとかだったら結構適当に降りちゃいます。大会とかだと、今もうアップデート入ってマップが変わってるんで、これ1ヶ月前の質問なんですけど、今マップ変わったところでどこ降りるかっていうと、キャティコーナーの、マップの真ん中から見てキャティコーナーを見て、それの右側の倉庫みたいなところに降りています。はい、53個目の質問、いつも応援してます質問なんですが、アリーナ終盤のアンチ移動の仕方がわからんですっていうことでね、はい、僕もわかりません。すいません、それはもう本当に。54個目の質問、ライフガールさんの挨拶かわいいですということで、ありがとうはい、55個目の質問ですね。10万人おめでとうございます。ここまで育ててくれた家族に一言。見てるんですよね、この動画。しっかり僕の家族知ってるんで、僕がYouTube やってること知ってるんですけど、お母さんに一言ね言いたいと思いますね。もうこの一言に限りますね。ありがとう。はいはい、うん、どう俺とお母さんとのそのあれを聞いた視聴者はどうなのそれいいの別に。いいけど。聞きたかったんか、そんな。56個目の質問。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。おにぎりの具は何が好きですか、これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。おにぎりの具はですね、ファミチキが好きです。はい。ファミチキが好きです。昔ね、めっちゃファミチキにハマってて、おにぎりにファミチキ入れてたよ。めっちゃうまかった。ガチでうまかった。57個目の質問。好きな女性の髪型を教えてください。やっぱりポニーテールですよね。僕はそうだなぁ。ショートなのかな、ショートです。はい。58個目の質問。他の YouTuber さんたちとどのように仲良くなったか。これはですね、もともと仲良かったっていうのもありますね。めっちゃ無名の時から一緒にやってて、で、2人ともゆせやとかは一緒に有名になっていったみたいな。で、リアンとかは、最近のお友達はですね、コメントしてくれたりとか、俺がしたりですね、YouTube ライブをしてる時にコメントして、で、そのまま DM で絡んで1回ゲームしてみたいな感じですね。59個目の質問。当然すぎるのですが、ライフガーさんの右乳首って僕ですかということで、いやそれはもう当然すぎる。俺の右乳首はあなたです。もう完全にあなたです。これはもう別に答える必要はない。60個目。ライフガーさん10万人おめでとうございます。ありがとうございます。そこで質問です。ライフガーさんの最初の挨拶の声を出すコツってありますか。これはですねかなり難しいです。結構高いんですよね。っていう風にね、しっかりとエコーをかけて、しっかりと発声をすることが大事です。最初に準備運動ですね。はっ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 っていう感じでね、こうウォーミングアップすることがねやっぱ大事です。はっはっはっていう感じで、はい、61個目ですね。コントローラーが壊れてしまいました。お金がないんですけどライフガーさんはどうしますかということで、お年玉なりで借りるか、もうお母さんに「お母さんマジで俺頑張るからさ、マジで俺もう今まで以上にもう俺もうめっちゃ頑張るから、お手伝いも何もかも頑張るからコントローラー買って」っていう感じで、やれば買ってくれます。はい、僕のお母さんは買ってくれますはい、第62個目、生きるとの声真似してくださいということでいきまーす。かーこつらーどださー。63個目、感度が速い方が建築すごくいいんです。うまくいくんですが、感度が速いせいでうまく M とかがどうしても合いません。どうしたらいいでしょうかっていう質問なんですけど、これはですね、どっちかにかけるしかないんですよね。建築をうまくして AM を後から自分の力で頑張るか、感度を低くして AM を強くして建築を頑張るかのどっちか。頑張るのどっちが好きかだよね。 AM 頑張るのが好きか、建築頑張るのが好きか。感度速くするんだったら AM を頑張んなきゃいけない、感度低くするんだったら建築を頑張んなきゃいけないっていう感じです。はい、64個目の質問、いつからフォトナやってていつから動画投稿し始めたっていうことなんですけど、もうね、動画投稿はちょうど、2年前とかかな、ちょうど。でその前はね、ライブをとにかくしてました。遊び場参加型とかやってて、スナイプでめちゃくちゃ人を集めてましたね。はい、65個目、好きなアニメは何ですかっていうことで、めっちゃ長いアニメとかだったらドラゴンボールがいっちゃん好きです。まあてかアニメ総合的に長いとか関係なくやったらドラゴンボールが一番で、短いのとかで言ったらシャーロットとかがめっちゃ好きでした。はい、66個目、10万円おめでとうございます。ありがとうございます。リアンさんとライフガーさんはどこで出会ったんですかということで、リアンがライブ配信してる時に僕がコメントしました。そっからです。はい、67個目の質問、好きな曲は無難ですいません。いや全然大丈夫ですよ。最初の方でね歌ったんですけども、ひまわりの約束という曲が結構好きです。てかね、泣けるマジ泣けるっていう感じです。はい、68個目、ライフガード僕好きで結構飲むんですけど、ライフガードさんはライフガード好きですかということで、しっかりとねこのひらがなのカタカナで、ね、分けてくれる感じ、もう大好き。僕もねめちゃめちゃライフガード、炭酸ジュースのねカタカナの方のライフガードめっちゃ飲みます。好きです、好きです、好きです。はい、69個目、10万円おめでとうございます。さて質問ですが、ライフガーさんは男なのでどういう女性がタイプか教えてほしいですということで、俺の女性のタイプはもうなんかね分かんないんですけど、多分めっちゃ笑顔が可愛い人めっちゃ笑顔が可愛くて明るい子かな。はい、70個目の質問、 PC のスペックを教えてほしいですということでね、テロップでね書いておきます。はい、こんな感じです。はい、70個目、朝はパン派ですかそれともおむつ派ですか、気になって夜しか眠れませんということで、パン派かおむつ派かでしょ。これめっちゃ迷うんですよね。朝はおねしょ派かな。72個目、ガチで実践苦手どうすればいいですか。僕も苦手です。明らか相手の方が弱いだろっていう敵にやられちゃいます。はい、僕も建築も何もしないで打ってるやつとかに俺やられますから。全然公開はね難しい、実践は本当に難しいです。はい、73個目、毎日配信してほしいですということで、ほぼ毎日ミルダムの方でね宣伝入ります。ミルダムの方で配信してるのでよかったら、皆さん見に来てくださいと。74個目、対面で緊張するんですけど緊張しない方法ありますということで、まあそうですね、相手を舐める強い動きしてきても、まあなんか視点だけだろとか思ったり、建築だけだろって思ったり、エイム全然良くなさそうって思う方が気が楽で、結構エイムも良くなります。はい、75個目、毎回全部カッコハテナのコメントにハートマークをするのって大変じゃないですか。昔はもう俺ができること、もうコメントにありがとうって一つ一つ愛想込めてもう読んでハートつけることだったんですけど、最近ねコメントがありがたいことに多すぎてね、ハートつけれなくなってきてるんですよね。これからもね頑張ってハートつけていきたいと思うんですけども、大変って思わないです。大変だけど時間はかかるけど大変っていうよりかはありがとうございますっていう気持ちの方が大きいです。はい、コメントしてくれてありがとうねみんな。キラーン。はい、76個目、名前ずっとジュースのライフガードかと思ってた。いやそうだよ大丈夫、合ってるよ。はい、77個目、ライフガード様10万人おめでとうございます。ありがとうございます。僕はあなたみたいなプレイヤーになるのを目標としています。今まで戦ってきた中で一番強かったの誰ですかということで、紛れもなくハムピさんですね。はい、もう間違いなくハムピさんです。でパッドプレイヤーだったらやっぱりボブくんかなって思います。実戦も強くてクリアも強いっていうね、勝てませんあの人には。はい、すごい。78個目、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。自粛中フォートナイト以外にやっていることはありますか。そうですね、ちょうど自粛中だったんだよね。動画投稿とかもしてましたし、違うゲームをやってたりとか、なんかバランスボール買ってバランスボールで遊んでたり、もうなんか YouTube 見たりダラダラしてましたね結構。はい、79個目、猫派犬派ということで、どっちも好きってこれからも頑張ってくださいということで、犬派猫派はねどっちもめっちゃ可愛くて好きなんですけど、どっちって決めてって言われたら俺犬になっちゃうかなっていう感じですね。もう決めたくないよ、決めたくもうどっちもね同じぐらい好きですけど、僅差でもワンちゃんかなって思います。80個目の質問、好きな海外の選手はいますかということで、本当にクリエイティブ好きなんで、レーザー X の戦い方がねめっちゃ好きです。はい、レーザー X です。ついに81個目来ましたね。ライフガードさんって鼻くそほじったことありまちゅかということで、生まれてこの方鼻くそしかほじったことないです。はい、はい。82個目の質問。やはり上手くなるのはクリエずっとやってるのか、アリーナなどで大会で経験を積むか、どっちがいいと思いますか？何を上手くなりたいかによります。僕は誰にもタイマンを負けたくないっていう思いが強かったので、クリエイティブをねずっと練習してましたけども、アリーナとか大会とかで実績残したいんだったら大会で経験積む方がいいです。上手くなりたいことをやりましょう。83個目、ズバリ住んでいるところはということで、鬼ヶ島です。はい。84個目、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。朝ごはん何食べてますか？これからも頑張ってくださいということで、朝ごはんはですね、大体食べないですことが多いです。僕はお腹減らないんですよね、朝。なんなら食欲がないです。はい。85個目、ゲームやってるプレイ時間かな、プレイ時間何時間ですかということで、めっちゃ最近はもう学校とかあって1時間とかやってるのかなってぐらいです。はい。もう最近は全然ゲームできてなくて本当に困っています。まあ休みの日とかはもうその日一日中やってたりしますね。86個目、技を練習するときに自分はこう練習してとかありますか？そうですね、これはもうシンプルにその建築の流れをとりあえずやって、でその後はとにかくもう対面で使うっていうのを意識してます。もうとにかく使わないと、ただただ練習だけで使ってたら全然うまくならないです。はい、技は。はい、87、おめでとうございます。ありがとうございます。戦った人の中で一番強かった人3選教えてください。うわ、強って思ったのは、まずファファちゃん、僕の相方のファファちゃん、 PSO でタイマンめちゃめちゃうまいですっていうファファちゃんと、まあ、ハムッピさんですね。ハムッピさん強かった。あとやっぱりボブくんかな。やっぱりボブくんがうまかったですね。うん、うまかったね。きつかった、やっててよかったらね、概要欄にボブくんとのやつ貼っておくんで、よかったら見てください。88個目、ヒカキンさんの挨拶のコツを教えてくださいということで、ブンブンハロー YouTube だと思うんですけど、これはですね、喉に指をねこう入れていただいて、うーってなると思うんですよ。うー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 ブンブンハロー YouTube ってできるんです。喉に指を突っ込んでください。89個目、ボブくんとライフガードさんのボタン配置ってはっきり言ってどっちが強いんですかということなんですけど、ボブくんは防犯持ちにできるんですよね。だから防犯持ちができるかできないかっていうのを指とご相談してですね、防犯持ちができないのであれば僕のボタン配置の方が絶対強いですね。防犯持ちができるんだったらボブくんの方が強いんじゃないかなって思います。はい、90個目、ライフガードさん一番尊敬してる人は誰ですかということで、これはですね、最近もうめちゃくちゃ頑張ってディアンのことが結構尊敬してますね。もうねすごいんだよね、あの人は。とにかくもうね、毎日投稿できるのがすごい。しかも全部編集自分でやってるっていう、本当に尊敬しますね。あれはディアンすごい、ディアンすごいっていう感じです。はい、もう1時間20分撮ってるよ。はい、91個目、ライフガードさんおめでとうございます。質問ですが、コールドさんかリアンさん付き合うならどっちですかということで、リアンとコールドさん付き合うならどっちか。俺が女でむずいな、その質問な。コールドさんかもしれんコールドさんかもしれんはい、92個目、一つだけ超能力が使えるとしたら何が欲しいですか。超能力か。超能力って空飛ぶとかダメなのかな。空飛ぶ代わりだったらもう空飛びたいねもう空飛ぶかな、うん、超能力使えるとしたら。はい、93個目かな、ボブくんとの関係なんですけども、ボブくんとの関係か、めっちゃくちゃ昔にスナイプっていう遊びがあったんですよ。みんなで一斉にソロでマッチングをかけてみんなで会うみたいな、そのソロスナイプで一緒にやってた人たちかな。まあボブくん視聴者だったのかな。ボブくんが配信に来て参加してくれてた人ですね。でまあ同じパッドっていうのもあって、まあ、対マンとかもしたりいろいろしたりしてましたね。94個目、スランプに入った時の対処法を教えてくださいなんですけど、スランプに入った時はもうゲームやらない方がいいです。はい、本当に慣れていくだけなんで、ゲームと気持ちってめっちゃ反映されるんで気をつけてください。本当にやめたい時はもうやめましょう。はい、95個目、可愛い声出してっていうことなんで、ちょっと可愛い声出させていただきます。はい、いきます。ライフガードだよ、ライフガードだよ。やっぱね、裏声になっちゃうよね。可愛い声って何むずっ。96個目、読書感想文いつも思ってないこと書いてるんですが、ライフダンサーはどうですかっていうことで。いや、わかるわー。いや、読書感想で書いてって言われるけどさ、いや、なんもねえんだけどっていう時あるよね。うん、俺もね、言うて、思ってもないこと書いてた感があるけど、好きな本じゃないと別に感想もクソもねえよって感じだよね。好きな本だったら、俺はこう思ったっていう風になんか面白いこと言えるんだけど、今の俺だったら、そんなに面白くない本だったので、次はもっと面白い本を探したいですみたいな感じになる。97個目、ドラマガンとかでご両親で倒された時のモチベの維持はどうやってしてますかということで、もううざって言って、もううざっ、このゲームやめてやるっつってやります、次の試合。はい、そんな感じです。98個目、歌ってみた動画上げてほしいですということで、まあそのうちやりたいですね。替え歌とかやってみたいですね。99個目、2つあります。パンツ卒業しましたか、フリークつけてますかということで、パンツは卒業してないです。むしろおむつです。で、フリークつけてますかということなんですけど、もう何もつけてないです。コントローラーに一切カスタム何もしてないです。はい、よし、じゃあ次でラストです。はい、この質問いきますか。100個目、 PS4 でやってるんですけど、やっぱり限界に近いです。どうすればいいですかということで、PS4 に限界はないです。スイッチもです。はい、PC にも限界はないです。昔と比べてみてください。昔建築僕たちできてましたっていう、昔は下手だったじゃないですか。で、これがうまいって思ってたと思うところもあると思うんですよ。なんですけど、だんだんやっぱりこうやってフォートナイトが成長してきて、もう限界突破し続けてきてるんですよ、僕たちは。もうモングラール見た時の感動やばくなかったですか？なんじゃこの動きみたいな、こんな動きできるんだって思ったら、もうみんな周り昔のモングラールよ。みんなもう今モングラールよ。なんなら絶対に限界はないので、もう頑張り次第です、その人の。なので PSO に限界ないです。で、僕の相方強すぎます。はい、 PC 以上です。 PSO で PSC 以上なんで大丈夫です。 PS4 にはもう夢と希望しかないですということで、頑張りましょう皆さん。ではではでは、いやー、100個終わった。いや、マジ長かった。1時間半喋ってんだけど俺、えぐない。100個やべえな、100個。ということでね、いやー、皆さんたくさんのコメントありがとうございました。今回はですね、100個コメントに答えてみたということでね、またね、今後もね、こうやってただの動画でもまあ質問をね、返す時あるんで、よかったらね、見ていってください。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。いやー、本当にね、ありがとうございます。これからもね、頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よかったらよろしくお願いします。では、バイ。